練習もないし、フェニラに寄って帰ろうかな。限定フェニックも欲しいし。みなさん、フェニックスワンダーランドはこちらですよ。今ならフェニー君と一緒に写真も撮れちゃいます。あれ、大鳥さん、フェニランの宣伝してるのかな。それにフェニー君の着ぐるみも宣伝してる。かわいい。ちょっと撮っておこうかな。あの、大鳥さん、写真撮ってもいい？お、シーホーじゃないか。偶然だな。その声は司さん。なんでフェニー君の中から。そりゃ宣伝する上で一番目立つ、一番重要な役だからな。顔が見えないのが難点だが、司さんのおかげでお客さんがいっぱい笑顔になってるよ。特に子供にすごい人気だよね。かっこいいポーズ取るフェニー君がいるって。そうだろうそうだろう。顔が見えなくともみんなを笑顔にしてしまう男、さすが世界のスーパースター。じゃあ私はこれで。待て待て待て、ここで出会ったのも何かの縁。少し手伝って言ってくれないか。いや、私は別に。しほちゃん、フェニー君の着ぐるみ一つ余ってるから着れるよ。フェニー君の着ぐるみ、手伝ってくれたらお礼に非売品フェニー君ストラップもプレゼント。非売品フェニー君。それにそれに、司先輩がナイトショーのチケットもおごってくれるって。まあ手伝ってくれるからにはそれくらいはせねばな。どうだ志保。そういうことなら少しだけ。やったー、頑張ろうね志保ちゃん。よし、では気合を入れてやるぞ。おお、そうだ先輩、せっかくだからいつものあれやりましょうよ。うん、おお、あれか。ではみんな一緒に行くぞ。せーの、ワンダフォー。